55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 
鬼滅市に来てみました。今日はハブカップどうですか？釣れる気がしませんでもこの前釣ってっからスーさんはあれはかかっちゃったんだよね。あ、釣った気がしないんだよ、当たりが感じられなかった。とりあえず山田さんが東行けないように俺ここで鉄壁のブロックをかける。大丈夫、お前に西しか行かないから俺山さんそっちじゃないっすよ、西行ってくださいよ。橋までですよ山さん、そこの橋までですよ。10メーターだね。しまった、当たりじゃねえな、むずい。そっちのさ、木のサイドぐらいにさ、下にバスのなる木が隠れててさ、もっと奥な、真冬に2連発ぐらいしたことがあるんだよな。あれはなくなんないと思うんだけどな。いや、もう木の横ぐらいで、水深多分5メーターぐらいなんだけど、岸際の5メーターぐらいのとこに入れて、ここが多分10メーターぐらいなんだけど、そういう木とかを絡めながら落としてくる感じで、いいとこ入るとドゥ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 ンって結構元気なサイズが、いや今ぐらいかな。あんまり入れ込みすぎると寝かかっちゃうんだけど、なんかいいとこにタタタタタってレッグワームが落ち込んでくと、クン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 って、一応そこに魚探にはなんかいい感じで魚は映ってんだけどね。
いやバスだと思う。ベイトの群れっていうよりファッファって、なんかお違うのか。クソごめん、寝かかった。ピッツァファイトかと思って立ち木か。まあこういうのに絡めてかねえとバイト出せねえからな。いい感じで映ってはいるんだけどね。かっかってこないよ。白鳥行ってみっか。当たりがね、まだ朝まずめの残りががちょっとでもあるうちに。すいません、こっから瞑想を始めたいと思います。瞑想の先にあるねえ、あってほしいね。11m。 魚っ気はすごい向こうのとこより中層やらそこやらにいっぱい映るから、あとはもう信じて初場所だけどやりきるしかねえな。ここでやっと 10m か。結構こういう感じで餌が断続的に。そっちが案外すぐ12メーターぐらいまで落ちるから、こっち側に投げて、多分投げた先が78で、ここが今11メーターなのね。そっちの丘の上に乗っけてダウンヒルさしてくる方が亀山っぽいレンジではある。スーさんがリグってる間にそっちの桟橋横っていうとこやってみるか。今ここ12メーターになっちゃったけど、船の進行方向の10メーターに目指して。なんかね、なんとなく移動してたらね、すげえいい感じのごちょごちょとかが映ったりする。またさ、牛島くんを最初から読み直してるよ。ライン漫画。ああ。いや今なんか6話ぐらい読めるからさ。OK。違う。よし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 、この中誘導して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 、よっしゃー、天才だ、完璧だ、真っ白です、移動移動大成功だ。よし、越冬バス狙うか。あと1時間に1本ぐらい釣れれば、スーさん、鈴鹿さん、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。簡単だよ、簡単
2分の2だからね。坊主知らずとはこのことです ね。いや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 、簡単だったな今日も。これどうやったらブラックバス釣れるんですか。簡単、もうゲーリー山本だ。やっぱりピンクに肝あるんですか。ないね、もう色とかじゃないからね。パッション、もうその時の気持ちで投げてるだけ。あー、気持ち大事ですか、投げたい。今もう投げる、簡単だよ。まあこれから検量、ねえ、今日どんな感じか。まあでも結構なんか持ってる人はでかい景気のいい話もね聞いたから、あー、まあ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 、我々の魚は300グラムくらいあるかな。あんじゃない、あるかな、あんじゃない、30センチくらいあってほしい、ね、まあまあまあ、おめでとうございます。まもなく帰宅です。あと5分。1番乗りか。1355って今出たよ、ね、上って言われちゃったよ。はい、27番、はい、落ち着いて1書かずにな、阿部くん今な。3桁書いちゃった。あ、こういうとこがあれだよな。おめでとうございます。いや、貴重だよ、貴重。色変わった、黒くなった、うん、魚なんか元気そうだ ね。ナイスフィッシュです。出す、おーい、おめでとうございます。いくよ、返すよ、はい、ほい、あ、元気元気、ディープに戻ってって。どんな感じで釣れたんですか。ちょっと重くなったんで、うん、怪しいんじゃないかなと思ってこう巻いてきてツンツンツンと立ったんだ。はい、よいしょ、はい、今日も鉛の注射やったんですか、山さん。はい、今日はタングステン、タングステン。おめでとうございます。これ何で釣れたんですか。サインシューン。それでは今日皆さん一日お疲れ様でした。山さんの業績ありがとうございました。不定期開催で、やっているハブカップですけれども、次はまあいつになるかわからないんで気分次第ということなんですけども、まあ今回、久しぶりの開催ということでしたけれども、65名、55組かなり、参加しました。ありがとうございました。でプレインは16組では5位から、お呼びしますので前の方へお願いいたします。第5位、1本 690g、 ババさん、あ、690g。 第4位、2本 740g。 いや、そういう数字だよね。橋本第3位、1本 840g、 横山さん。無駄キロだから1350グラムでしょ、キロだから。第2位、1本875グラム、内山さん。2位で800グラム、あれ、あ、内山さん、まさか勝たしてる。では第1位、2本990グラム太田さん、おめでとうございます。釣れてんじゃん。
上位5名ロットです。なので1位の方から好きな機種を選んでいただきたいと思います。11月。今流行りはなってブレーバーマイクロ。ブレーバーマイクロ。ババア。あれババア。出せよ。ジャンケン大会に出せよ。はい、先輩。左利きの。じゃあ、おめでとうございます。お戻りください。途中です。3m。で、ここから6位の方から順番にお呼びします。この辺りから、森さんたち何グラムなのをお一つの上半ベル。噛む力は第8位、山田さん。おっ、シャー。シャー。こんなもんじゃい。ビールありました。おめでとうございます。10番以内。あ、次XL はね、XL はね、XL 入るぞ。あとこれ第9位、田中さん、息子さんの方のペア、1本 355g。 自分で練習しろよ。3ドルの分。お、すごいじゃん。それ6000円ぐらいするの、8000円ぐらいするの。これはそんなもんだよ。同じモデルの商品。第10位、田中さん、パパのペアです。6万キロ手前でさ、4年半でさ、213万。ここまでで呼ばれてない方、皆さん同じ状況です。早いもん勝ちと言いたいところなんですけど、この人数いっぺんに来られると大変なことになると思うんで、皆さん大人だと思いますので、大人のマナーで早いもの勝ちでお願いします。子供ができてますからね、子供が。皆さん大人ですからね。いや、10までよね。必ず1個山田さん一緒さ。山田さん、マジってる。浅草よ。失格だな、今日の KUC。 これ、あの矢印。失礼が行われてる。仕事もらってる。どうぞ。山田さん、ダメだよ。そう持ってきてる人もいるよ。FCS510SULSD、スモールのダウンショットロットで開発したんですけども、まあ、結構ラージにも使えて、で短いんで女性とか、女性とか子供に使いやすいと思うんで、女性と子供の方だけでジャンケンしようかなと思います。いってこい。俺まだ親に来てるから。そうそうそう、女性と子供だけだよ。俺、ああすいません、皆さんお疲れ様です。ちょっとこの場を借りて宣伝を少しだけさせてください。スキタボートさんで、3年前から開催されている TWE という、まあ、チームの例会の、ご案内なんですけども、去年の11月にバスマニアさんとのコラボカップをやって、まあ、大変ご好評というか、まあまあ多くの方に参加していただいたんですけど、来月2月の14日、同じようにバスマニアさんとのコラボカップが、ありますので、平日ではあるんですけど、もしよろしければ、ボートの予約始まってますんで、参加できる方、クロスイットの方とかね、よろしくお願いします。フォワードブルーの方とか、もし出ていただければと思います。それと、トキタボートさんのホームページにブログの方を貼り付けていただいてるんですけど、年間の予定も、近々発表される予定ですので、ご都合のよろしい方、参加の方をお待ちしております。
出るかな俺。戦いたい。以上になります。ありがとうございます。はい、じゃあ最後私の方から2点告知をさせてください。まず今日上位3名の方、年末、まあ、時田さんでやってる大会の、まあ、グラチャン、グランドチャンピオンシップみたいな権利が獲得になりますので、日程とは今後発表しますけれども、まあ、もしご都合が合えば、お待ちしてます。よろしくお願いいたします。でその大会の主催となるザ・ストロンジェストっていう、まあ、シリーズトーナメントですけれども、2023年も、開催予定です。で初戦3月19日の日曜日に初戦となります。で、まだ SNS 等で告知はしてないんですけれども、今日ボート予約、まあ、開始しますので、もし、出られるという方は、当日私九州行ってくださいなので、運営は国富士さんあたりに頼まなきゃいけなくなるので欠席しないようにお願いいたします。ともう1点、6月の25日の日曜日に、ボートガエルパーティーっていうのをやろうと思っています。で、まあ、何かというと、まあ、ボートガエル縛り、あと霞のカエルが出てれば霞のカエル縛りの大会です。で、まあ、なんでそういう大会をやろうかと思ったかっていう経緯ですけれども、まあ、やっぱりこう最近まあ大会やってくると、ボートもかなりこうライブサイト、ライブサイトしてきてる中で、やっぱこの霞の醍醐味であるその競争でカエル系なんだ、まあ、あの激しいバイトを見るっていうのを、まあ、今一度こう、まあ、みんなで楽しもうかというような感じです。で、まあ、あえてその一番いい時期、もう梅雨入りしてて雨が降ってるようなタイミングに、しかもデジタルウェインで今回やろうと思って、長さ勝負で、かつ参加賞として朝一に冒頭ガエルと、適用するスーペリオの資料の4番はお配りしますので、まあ、タックルとメジャーとスマホとライジャケと英気点と、まあ、別にハンドコンでも構わないです、こっちでも構わないです、あれば出れますんで、でまあシーズン中で各地のチャプター、あとローカルトーナメントもまあ盛んなってると思うので、まあ、10人、20人でも集まって、記録やれればいいなとは思ってますので、まあ、もちろん30名超えれば、年末大会の上位3名、年末大会の感じになりますけども、まあ、そんな大会を、まあ、やろうと思ってます。なんで、まあ、条件的には誰でも前は勝てるような大会に、なると思いますし、まあ、楽しくやりましょうという感じで、そんなことをやろう。まあ、真夏に跳ね物だけとかもやろうかなとちょっと思ってるんで、まあ、いろいろやっていきたいと思います。で、まあ、ボートガイドの大会というか、まあ、そのパーティーに関しては近々 SNS とブログに、ちょっと楽しみです、まあ、参加費も2000円ぐらいでちょっと見せてもらえないですけど、まあ、雨なら最高だと思います。まあ、参加したいなと思ったら、楽しくないとください。お願いいたします。はい、じゃあ撮りまーす。まだ俺のです。はい、もう一枚。はい、OK です。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。本日はありがとうございました。気をつけてお帰りください。まあ、ゆっくり車回して。ここに置いてありますんで。